臨時列車。臨時列車とは、何らかの需要に応じて、特定の日、または定められた期間に運転される列車である。反対の概念は、定期列車。時期による需要の変動に対応し、定期列車でさばききれない旅客や貨物を輸送するために、臨時に運行される列車、増発列車や移動することより乗車そのものが目的となるような観光列車と、宗教団体やパッケージツアー、 修学旅行など、大口の団体によって貸し切られて臨時に運行される、団体専用列車とに大きく分けることができる。ただし、単に臨時列車という場合には全車を指すことが多い。旅客列車では、主に年末年始、ゴールデンウィーク、お盆、長期休暇期などの行楽期、あるいは大きなイベント、花火大会、プロ野球や J リーグの試合など、 開催時といった旅客が集中する時期運転される。また、金曜日などの休日の前日は終電間際の乗客が増えることから、休前日限定の臨時列車を終電間際に運行する鉄道事業者もある。さらに運転される特定の曜日がない確実運転の場合も臨時列車の扱いとなる。ただし、団体列車、特に修学旅行列車の場合は輸送力に、 余裕のある換算機に運転されることが多い。運行する鉄道事業者は JR が中心だが、JR 以外の私鉄等は、沿線に大きな競技施設がある、阪神電気鉄道や京王電鉄、京阪電気鉄道などで運転されることが多い。定期列車が臨時に運転区間を延長する場合、延長区間については、臨時列車の扱いとなる。また、 おし列車も一種の臨時列車である。国鉄分割民営化後は、増発列車と呼ばれることも多く、東日本旅客鉄道、JR 東日本、九州旅客鉄道、JR 九州の公式発表では、増発列車の用語を使用している。また、JTB パブリッシングや、交通新聞社発行の時刻表表紙の見出しでは1 9九十年、頃を境に、臨時列車から、 増発列車という表現に変わっているが、交通新聞社版は2006年頃から再び臨時列車が使われる傾向も見られる。臨時列車は基本的に線路が空いている時間を縫って運行される。このため一般には同一区間の定期列車よりも表低速度の遅い所要時間の長い列車が多い。また、定期列車とは車両や編成内容が異なる場合もある。 また、定期列車に突発的に乗客が集中した際や、災害や事故などが発生した際に緊急に増発される臨時列車もあり、救済臨時などと呼ばれる。これは、時刻表に記載されず、路線バスの続行便に近い存在と言える。この場合、普通車は全車両自由席として運転されることが多い。近年では、2008年11月30日に例、 系の定期運用最終列車となった小玉659号の救済臨時列車として5 0 0で運転された小玉697号が運転された例がある。ダイヤを作成する時点で定期列車と同様に運行時刻を定めている列車のことを予定臨時列車といい、特にある季節において定期的に運転される列車を季節列車と呼ぶ。需要の変動が 予想可能な場合に設定される。あらかじめ優等列車の対比や単線区間でのすれ違いなどを考慮してあるため、所要時間が伸びやすい問題を解消できるが、線路輸送要領に余裕のない区間では、予定臨時列車の設定により、定期列車の対比やすれ違い待ちが増えたり、定期列車の時刻を若干前後させたりしなければならない。 その場合は、時刻表などで告知れるなどの欠点がある。予定列車の運転日以外には、同じダイヤで、団体列車などが運行される場合もある。特定の曜日や時期に運行されることが多いので、概ね定期列車に準じていることが多い。上野駅札幌駅間の寝台特急、カシオペアや大阪駅札幌駅間の寝台特急、トワイライトエクスプレス、いずれも現在は運転されていない。 一部のホリデー快速多くの観光列車がこれに含まれる。時期により利用者数が変動する区間では、運転期間を限定した列車が設定される場合があり、その列車を季節列車と呼ぶ。運転期間中は定期列車と同様に運転され、優等列車の本数統計などでは定期列車に含められる。2015年度のダイヤでは、 上越線水上駅越後中里駅間などで見られる。なお、1968年10月改正で、季節列車と解消される以前は不定期列車と、これていた。日本国有鉄道、国鉄時代は、季節列車と臨時列車の区別は、はっきりしていたが、JR か以降両車の区別は、曖昧になってきており、2000年代以降では、両ともに、増発列車と呼ばれるとも多い。 また、過去には季節により、運行ダイヤそのものを変更させる場合もあった。国鉄、JR の房総各線では1961年、昭和36年により、海水浴客が集中する夏休みの期間、約40日間に、夏ダイヤを設定、総武観光船を含めた千葉鉄道管理局、JR 東日本千葉市社管内の代を組み替え、 また管理局からの車両借り入れやダイヤ改正用装置、落成車の一時転用により増発を行った。1972年、昭和47年の総武快速線開業以降は、特急列車増発や、快速、青い海、白い砂とて、快速列車の延長運転、内防線機密駅千倉駅間、外防線大原駅安房鴨川駅間を実施していた。 これらの列車にはヘッドマークを装着するなど力を入れていたが、高速バス網の整備や東京湾、アクアライン開通などによる乗客動向の変化、海外旅行の一般化などのレジャー志向の変化により1998年、平成10年をもって廃止された。国鉄や JR 以外にも、京王電鉄が2006年まで、京王線系統の春と秋の土曜、休日ダイヤに、 シーズンダイヤを、京浜急行電鉄が1995年まで7月の8月の一定期間の休日に、夏季休日ダイヤを、京阪電気鉄道が2003年秋の土曜、休日と2004年5月1日に、休日特別ダイヤを、垂水鉄道が2005年まで緩和をシーズンに、桜ダイヤを設定するなど、同様のダイヤ設定を行う事業者が見られた。 曜日や沿線でのイベントなどを考慮し、数ヶ月後まで運行計画が立てられる。JR の臨時列車の運行計画は原則として1月5月8月10月の年4回、全車一斉に発表される。なお、臨時列車運行上の春は3から6月、夏は7から9月、秋は10から11月、冬は12から2月であり、6月は春に、9月は夏に区分され、 春が4ヶ月間となる代わりに、秋が2ヶ月間となっている。国鉄時代は不定期、季節列車には運行時期が一定の繁忙期に指定されたものがあり、時刻表での案内で運行期日 A、運行期日 B が表記された。この時期区分は、期間は異なるが、東武日光線特急や小田急ロマンスカーでも採用している。なお、九州旅客鉄道。 JR 九州は、湯布院の森の一年分と、A 列車で移う海幸や幸の半年分の運行日程をまとめて発表している。また、数年にわたり、定期的に運転される臨時列車も存在する。例えば、寝台特急、カシオペアや、トワイライトエクスプレスでは、所定の編成が少ないため定期列車として運行できず、曜日を指定して運行していた。 毎日運転されていながら、臨時扱いという列車もある。代表的な例として、リゾート白神、冬季除く、新高岡駅停車の輝きが挙げられる。また、旅客需要を調べるため長期的に臨時列車を毎日運転する路線がある。過去には、1970年代では、高度経済成長を反映して、定期列車だけでは需要に追いつかなかったため、 増発という名目で、来庁や緑など特急列車の毎日運転の臨時列車が設定され、当時の臨時列車の号数であった50番台に対して70番台の号数が当てられた。なお、これらの列車は次回のダイヤ改正で定期列車化された。また、九州新幹線の部分開業時にも需要予測の不確実さを踏まえて一部のツバメ、リレーツバメが 臨時列車として設定されたが、予想を上回る需要に支えられて、毎日運転のまま推い、開業から1年半ほどで、定期列車に組み入れられた。これを全国規模で実施した例としては、1985年3月14日、国鉄ダイヤ改正で登場した、アルファー、アルファ列車があった。2015年3月14日現在では、大本線。 広崎駅大立駅間の日中に毎日運転の臨時普通列車と陸上当線鳴子温泉駅、新城駅間の21時台の臨時最終列車が設定されている。東海旅客鉄道 JR 東海管内では、三重県内の一部路線の臨時列車と美濃大田発、田島経由、名古屋駅、ホームライナー炊いた、いずれも列車番号は8000番台は、 2009年3月14日の改正で定期列車に統合された。九州旅客鉄道 JR 九州でも2009年3月13日の時点で設定されていた毎日運転の臨時列車、平日のみを含む列車番号は8000番台のほとんどが翌14日の改正で定期列車に統合された。この改正では宮崎空港線南宮崎駅。 宮崎空港駅間と鹿児島本線の一期発、川内駅の臨時列車が設定されたが、2013年3月16日の改正で定期列車に格上げされた。営業列車ではないが、工事列車の改装や資材を運ぶ配給列車などが、毎日運転の臨時列車として多数設定されている。現場の判断で、弾力的に運転、運休が変更できるほか、日によって、 運転方向が異なるといった条件を吸収するのに、都合が良いためである。ただし、平日と休日などで異なるダイヤを組む場合には、平日のみ、休日のみ運行される列車などについても、定期列車に分類する。国鉄では、列車番号のうち、6000.7000番台を、季節列車、8000.9000番台を、臨時列車に割り当てていた。民営化後は、 列車番号の管理方法が変更され、6 0 0 0 7 0 0番台を使用していない会社もある。JR 九州では6000番台も定期列車に割り当てている。なお、東日本大震災に伴う暫定ダイヤを実施している路線でも、2012年3月16日までは7 0 0 0 9 0 0番台を使用していた。潜石線の陸前小野駅。 山本駅石巻駅間においては、全線復旧前日の2015年5月29日まで7000番台が使われていた。過去には以下のように割り振られていた。海水浴やスキーのシーズンなど、通常は旅客の流動が少ない経路、区間であっても時期によって大きな需要が発生する場合があり、定期列車では見られない経路を走行する臨時列車も運行される。 シュプール号など。また、時代背景やイベント性によって、ダイヤ設定される、臨時列車も、少なくない。その一例として、1967年から1972年に、ことぶき周遊券を利用する、新婚旅行客用として、大阪駅、宮崎駅間を一等寝台車、後の栄寝台のみで蘇生された、臨時急行、ことぶきが運転されていた。観光地として、 とりわけ、新婚旅行先としての宮崎県への旅行客が多かった時代とされていい。1960年代後半、後継期と所得倍増計画などによりレジャーの多様化が進んだ。その結果、国鉄も季節ごとのレジャーに対応した臨時列車の設定を行った経緯がある。また、レジャーシーズンの臨時列車には特徴的な相性を使う列車が多数存在した。 2000年代以降ではバスツアーの増加やスキー人口の減少により在来線のスキー列車は壊滅状態だが JR 東日本ではスキー場への日帰りをセールスポイントとした上越新幹線北陸新幹線への支付が好調であり冬季に臨時列車を運行している割引乗車券なども多数設定されさらに JR 東日本のグループ会社が運営するガーラ 湯沢スキー場へ直結するガーラ、湯沢駅を設置している。いわゆるリゾート地への旅客輸送を念頭に置いた臨時列車としては、国際的避暑地である軽井沢を目的地とするものが代表的であった。特急、浅間や急行、新州妙高の増発に加え、1968年7月20日からは、日本初の季節特急、そよ風を、 東京駅マイナス中軽井沢駅間で運転。また、高級別荘地ということで、全車グリーン車で蘇生された、客車急行、軽井沢グリーンも存在した。これについては、新越本線長野伊南優等列車遠隔も参照されたい。また、1985年に登場した、アルファコンチネンタルエクスプレスでは、リゾートと鉄道が密接な関係を築いた。車内施設は、 列車の使用目的地であった、アルファリゾートトマム、トマム駅となりが運用し、在来のキハ56系機動車を改造して、アメニティを大幅に改善、独自の空間を提供した。その後の、フラノエクスプレス、トマムサホロエクスプレス、ニセコエクスプレス、クリスルエクスプレストマムサホロなどもヒットし、リゾートと臨時列車を融合させることに成功させた。これにより、 お座敷列車、和風客車など、団体列車としての利用が中心であった、ジョイフルトレインの形態に変化が見られ、JR 各社にも大きな影響を与えた。JR 移行後は、ジョイフルトレインを使用し、ほぼ定期的に運転される、臨時列車も少なくない。スポーツ競技が開催される際には、最寄り駅を抱える路線では、臨時列車が運転されることが多い。人気競技であれば、 数万人規模の集客があり、増大した輸送需要に対応するためである。特に私鉄においては、鉄道会社が所有するプロ野球球団が複数あるように、営業面から積極的に施設やプロ団体を誘致する例が見られる。輸送のための駅や路線を設置する場合もあり、臨時列車の運転も多い。スポーツによる臨時列車が運行される主な路線の例。 路線名の横は、主要施設。大学入試、大学入試センター試験などは、場所によっては、市街地から離れた場所で実施する場合がある。会場には、多くの受験者が向かうために主要駅から、最寄り駅までの臨時列車が、往復設定され。一例として、沿線での行事や、伝統的な祭りが開催される場合でも、臨時列車を運転する場合がある。 一例として、旅客輸送を主眼としない列車として、鉄道ファン向けの列車や、旋回用周年記念号などといったイベント列車がある。代表的なのが、リバイバルトレインで、かつて国鉄時代に運転されていた愛称や車両を用いて運転される。このような列車では、乗車証明書が発行される場合が多く、それを目当てに乗車するファンも多い。また、ジョイフルトレインや、 休憩客車など乗車機会の少ない車両を使用することも多い。東武鉄道では臨時列車を運転する際に専用車両が存在しており、2018年までは1800系、電車1819編成がそれに該当した。2011年には東武の打線100周年号などがあった。機関車牽引列車、SL 列車やトロッコ列車など、 観光客誘致のための臨時列車もある。蒸気機関車牽引列車は1976年に運転を開始した大井川鉄道を筆頭に、山口線の SL 山口号、万越再線の SL 万越物語、秩父鉄道線など、週末を中心に運転されている。普段はその路線において使用されることがない車両が、使用されることが多いため、乗車目当ての 乗り鉄以外にも撮影目的の撮り鉄にも注目される列車であることが多く、運転日には沿線に多数の鉄道ファンが集まる光景もよく見られる。特に SL 列車運転時は鉄道ファンのみならず沿線住民にとっても注目されるため、沿線や駅にものすごい数の人が押し寄せることもあり、JR 社員、警備員、場合によっては警察官までをも動員した警備が行われることも、 中国では旧正月にあたる春節の特別輸送期間の臨時列車が有名である。春節特別輸送は1月の中旬から2月の中旬にかけて実施される。2006年春節の期間に増発された臨時列車は14,124本であった。また2006年の春節特別輸送期間の利用客は1日平均350万2000人。 ピーク時には434万2600人、利用客数の推計は1億4400万人と試算されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。